メイクをしてます。ちょっとこの後出かけるんですけど、出かけるっていうかちょっと練習しに行きます。歌の練習をしに出かけるんだが、メイクがめんどくせえっていう。眉毛マジないわ。こんにちは。あさってね、生誕祭なんで、今日明日で死ぬほど練習します。言っても今日ね、寝るのめっちゃ遅かったんですけど、寝るの起きるの眉毛すごい。どういう意味？ちょっと濃すぎたな眉毛。濃すぎた。やっほー、来てくれる人いるのかな。明後日配信買ってくれてるんですかね、皆さん。待って、オレンジ塗りすぎたわ、広範囲に絶対。はい、これ塗りすぎてるよな。なんかこんなもんかいつ。生誕祭会場行きます。くまちゃん。ありがとう。わかるかな。配信見ますよ。ありがとうございます。配信見てほしい。みんなよろしく普及をしといて、周りの人たちにも買ってって、遠方の方、在宅ワーク中の方、近くの方も配信で見てください。腹減ったな。ボイストレーニングってやつ、全然歌下手だし。ボイストレーニングは行きませんけど、カラオケで練習してくる。誰かいますか？ガサゴソ。猫。京介がいる猫の。めっちゃ暴れてます。けちゃん、けちゃん、なんでむくれてるの？あとニコニコしますか。じゃあ前回と同じ衣装かな。衣装はお楽しみに。ちゃんとアイラインも引こうかな。見てこの黒目のちっちゃさよ。ハロウィンメイクぐらい、地雷メイクぐらい、なんかめっちゃ塗りました今日。なんか暗いから、ここが。キュッちゃん、さっき起きたんですか？いいえ、ずっとすっぴんで一日中過ごしたんですけど、歯医者とか行ったり、なんかメイクしないとテンションが上がらなかったから、してる。まつ毛はしてません。まつ毛パーマはかけてますけど、地まつ毛が長いんですよ。超それは自慢です。カバちゃんにチーカーグッズ送りたいんだけど、どこに送ったらいい？うわ、あざーす、嬉しい。行きたいな、チーカーの森ポップアップショップ。今渋谷でやってるから、やばい、今日行こうとしてたんだったわ。明日行こうかな。
あ、吉本の本社に、私宛に、東京の本社に送ってくれたらめっちゃ嬉しいですが、申し訳ないな。歯医者とかお出かけしてたのか、矯正の面って。そう、もうほぼ終わりに近づいてる。今日はお休みです。私はね、あ、やらかした。東京のね、送ります、ありがとう。ファンの方のお手紙とか届いたら読まれますか？読んでます、全部で。全部に返事を書こうとしてます。書こうとしてるって感じ。ちょっと溜めてるけど、なんか2通ぐらい返事送ったんですけどね、なんか届いてるかわからないんですよね。ちょっと不安。届いてるのかな、あれ。ちゃんと返事返事来ましたみたいなこと言ってくれてる人が誰もいないから、届いてない説あるんだよな。確かにシワシワだな私。眉毛、まつげ塗るとき、おでこ。よく見たらおばさん。黙れ、おばさんです。よく見なくても。あなたはどうなんですか？じゃあピチピチなんですか？若いんですか？あなたはおじさんなんじゃないですか？あなたはよく見なくても、パッと見で。前も言われたよね。別にいいんですけど、そういうことを私に言っても全然面白くない。そういうこと言ってくるやつはさ、全然ブスなんだろうな。くし。イエベですか、ブルベですか。ゾゾメガネでグラスでやった時はブルベ夏って出てましたけど、イエベなんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。確かに私嫌なコメント読んじゃうから、みんな読まれたいからって嫌なコメント書くんかな。意地悪だな。いいんですけど別に。ヘアオイル何使ってます。名前がわからないけどもらったやつ。なんか柑橘系のやつ。髪はセットしなくてもまっすぐ。今日切り方がめっちゃ上手だから、今日はまっすぐですね。セットして、ね、メイクは終わりです。
さっきコメントしてくれた子、嘘だよ10何くん読めないけど、きついこと言ってごめんなさい。よいしょ、パンでも食っていくかな。京介が狙ってくるからね。あと何やるの、こら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 、あ、見て、キョウちゃん いじけんな。みんなにどうもってパーカーの紐が気になっちゃう。最悪、なんか砂糖みたいなのめっちゃ出た。パンを食うでダメだよ。ダメ。何パンだろうか。これはアップルパイみたいなやつ。黒で猫の毛まみれですわ。猫何歳の時から飼ってる。最近ダメ。かわいいな。寝た、急に寝た。あーガガ、やっちゃん今日誕生日おめでとうございます。近いっすね誕生日。パラコン装着済みですか。入れてないまだ。今日はメガネでいいかな。ダメだよ。口の水分なくなりそうな食べ物マジでないわ。ゼロ。まるかさん成人式行きましたか。だいぶ前に行きました。7年前じゃない。メガネ姿、メガネどこやったろ。メガネどこに置いたか分からなかった。
え、何どこにやったか分かんなかった。あった。あ、でした。キッチン。コンロ。ここコンロらしい、魚焼くやつらしい。ここに、ここに火つけるとこがあるけど使わない。もっと増やしたいんだよ、ね、んけちゃん。きょうちゃん、何むすっとしていじけたん、いじけちゃったん。眠い、眠いんだ。冷蔵庫、あ、冷蔵庫も見せればよかった。帽子入ってる。川沢さん170ぐらいだと思ってた。言われるわよく、意外とちっちゃいみたいな。でも158ですけどね、平均身長。なんでちっちゃく見えるのかな、じゃないわ、大きいと思われるのかな。背高い顔みたいに言われる。確かに冷蔵庫見たいって何回か見せてるから、ちょっと今日はやめとこうかな。めんどくさいから、もうあっちまでカメラ持ってくの。見たことある人に聞いてみてください。見たことある人いますよね。どう、何も面白くない。そう、見飽きたって言ってる。その顔、ねむにゃん、かわいいんだけど。かわいい。気持ちよさそう。猫ちゃんオスですか、メスですか。オス、京介。京介くんの由来は、私がね、気まぐれオレンジロードっていう漫画から取られてるんですよ、名前が。鮎川まどかっていうヒロインから。で、その気まぐれオレンジロードで鮎川まどかの彼氏の名前が春日京介だったから、京介でした。彼氏ですね。え、ねえ、京ちゃん、キョちゃん、
気まおれ旦那が好きなやつ、あ、動き始めた。どうしたどうした、急に噛んできた、痛いんだけど、噛まれすぎてさ手がもう大荒れ、ちょっとあんまりうまく映ってないですけど、ちゃんと見るとさ、赤いボツボツがいっぱいあるんですよ手に。噛まれすぎて寝てる間に、一緒に寝てるんですけど隣でめっちゃ噛んでくるんですよね。生誕祭の準備進んでますか？もうちょっと頑張らないと、今日明日でめちゃめちゃ頑張ります。もちろんやばいよ、追い込まれてる。頑張りますので皆さん見てください。偉いね、ずっとカメラ見て。きょうちゃん好き？いや、チュールはね食べさせてない、ドライフードのみでやってます。キョウちゃん歯がかゆいと思う。4ヶ月だからね、まだ生まれてかゆいよね。生誕祭の曜日勘違いしてた。嘘、なんでや、どんな勘違い、大丈夫ですか？月曜日ですね。うち赤ちゃんなんだよね、まだ大きい。でもめっちゃ大きくなった急に。なんか家行ってる間に大きくなった、家行ってるじゃん、仕事行ってる間にどんどん大きくなってて、帰ってきたらえ、またでかくなってるよみたいな。痛いよ。バイバーイ。あーダメダメ、いい。さあこの辺で終わりにしようかな。出かけてきます。じゃあメガネの度強い、どうかな、こうやってやるとこのズレの感じで強さってなんとなくわかる。目ちっちゃくなるよね、だいぶ。どう忘れちゃった。でもそんなに、そんなっすよ多分。右だけ目ちょっと強いぐらい、左はもうほぼ入ってない。メガネのブランドどこ？これはあれ、ジーンズ。
ガチャ目。そう、ガチャ目。というわけで皆さん、あさっての生誕祭よかったら見てください。あさっての生誕祭もうちょっとちゃんと、やばいな、 眉毛の変わらないかな、もうちょっとしっかりメイクをしてコンタクトも入れて可愛くするので、しっかり衣装も着てね、みんな見てくださいね。あのあれ、配信で、配信で見てください。見に行きます。カラーバーズ、ありがとうございます。生誕祭楽しみにしてます。夢めめめ、ありがとうございます。メガネかけても可愛くキープできるのすごい。ピキュピキュ、ありがとうございます。モルモル、 YouTube で生誕祭映像見れますか。いや、生配信のみです。生じゃない、アーカイブで見れます。2K、頑張ってください。ありがとうございます。加藤、ありがとうございます。配信、ありがとうございます。イスワタップル、頑張ってください。ありがとうございます。まさき、歌楽しみにしてます。ありがとう。ちょっと追い切れなくなりました。見に行きますと言ってくれてる皆様、ありがとうございます。配信見ますと言ってくれてる方、ありがとうございます。見ませんけど、頑張ってと言ってくれてる方もありがとうございます。見てくれてる方、皆さん、ありがとうございます。というわけでバイバーイ。クインテッド歌おうかな。タンタカタン。あ、そう、配信960円とかなんで、超安いっちゃ安い、高いっちゃ高いんでお願いします。トゥルルトゥルルトゥルル、ハニホエトヒロ、ハニホエトヒロ、ハロヒトヘホニハ、クインテッド。ひねくれすぎ KBF さん、ありがとう。受験頑張ってください。明かりが街に灯る時きだっけ、秋春って、うわ、もうまた歌詞忘れた。明かりが街に、これ冬だと思うんだよな。これはかかぜ、緑の雲が、なんだっけ、春、はぁ、あ、忘れた。ハニホヘトヒロ、ハニホヘトヒロ、ハロヒトヘホニハクインテッド。プル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 、明かりが街に灯る時聞こえてくるよ、夕方クインテッド、夕方クインテッド、夕方クインテッド、クインテッド、クインテッド。それ元気も勇気も湧いちゃうぞ、ラララ、楽しくみんなで騒いじゃおう、涙なんかは乾いちゃう、気がつけほら春の夢の中、夕方ミュージック、夕方ミュージック、夕方ミュージック、ミュージック、ミュージック、夕方クインテッド。夕焼け空が染まる時だったわ、間違えたわ歌詞、もう一回やるわ。ハニホヘトニロ、ハニホヘトニロ、ハロヘトヘホニハクインテッド。夕焼け空が染まる時聞こえてくるよ、夕方クインテッド、夕方クインテッド、夕方クインテッド、クインテッド、クインテッド。京介が逃げた、めちゃめちゃ。タラタタラタタタラタタラタタタタラタタ。その元気も勇気も湧いちゃうぞ、ララララ、青空を咲き飛び出そう。これ夏だよね。タラタタラタタタラタタラタタタラタタラタタタタラタタ。その後なんだっけ、その元気も勇気も湧いちゃうぞ、それ元気も勇気も湧いちゃうぞ、ラララ、楽しくみんなで騒いじゃおう、涙なんかは乾いちゃう、気がつけほら春の夢の中、夕方ミュージック、夕方ミュージック、夕方ミュージック、ミュージック、ミュージック。
You got the queen dead。 キョウスケがドン引きしてるわ。なんだよ、楽しくみんなさまいじゃおーで終わります。歌い終わったので、はい、と言わにほべろいろはは、のいろへほにはくれたそらが染まる時、結婚はてくるよ。夕方クインテッド、夕方クインテッド、夕方クインテッド、クインテッド、クインテッド。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥ。そら元気も勇気も湧いちゃうぞ。ラララ楽しくみんなで騒いじゃおう。涙なんか。かわいちゃう気がつ